ダムド・シングアンブローズ・ビアース岡本喜童役1荒木のテーブルの片隅に置かれてある油ろうそくの光を頼りに一人の男が書物に何か書いてあるのを読んでいたそれはひどく擦り切れた古い計算帳でその男は明かりによく照らしてみるために時々にそのページをろうそくのそばへ近寄せるので 火を遮る書物の影が部屋の半分をおぼろにしてそこにいる幾人かの顔や形を暗くした書物を読んでいる男のほかにそこには8人の男がいるのであるそのうちの7人は動かず物言わず荒削りの丸太の壁に向かって腰をかけていたが部屋が狭いのでどの人もテーブルから遠く離れていなかった彼らが手を伸ばせば 『八人目の男の体に触れることができるのである』その男というのは顔を仰向けて半身をシーツに覆われて両腕を体のそばに伸ばしてテーブルの上に横たわっていた彼は死んでいるのである書物に向かっている男は声を出して読んでいるのではなかった他の者も,も口をきかなかった。 すべての人が来たるべき何事かを待っている様子で死んだ人ばかりが待つこともなしに眠っているのである外は真の闇で窓の代わりに開けてあるかぶ壁の穴から荒野の夜の聞き慣れない響きが伝わってきた遠く聞こえる狼の何とも言えないように長い尾を引いて吠える声木立の中で休みなしに鳴く虫の 静かに波打つようなむせび声昼の鳥とは全く違っているナイトバードの怪しい叫び声目くらめっ界に飛んでくる大きいカブトムシのうなり声ことにこれらの小さい虫のコーラスが突然止んで半分しか聞こえない時には何かの秘密を悟らせるようにも思われたしかしここに集まっている人々はそんなことを気に留めるものもなかった。 ここの一団が実際的の必要を認めないことに興味を有していないのは、たった一つの暗いろうそくに照らされている彼らのそやなる顔つきを見ても明らかであった。彼らはみなこの近所の人々、すなわち農夫や木こりであった。書物を読んでいる人だけは少し違っていた。人は彼を指して世間を広く渡ってきた人であると言っているが、 そそれにもかかわらず、のの風俗は周囲の人々とと同じ仲間であることを証明していた。彼の上着はサンフランシスコでは通用しそうもない方で履物も町で作られたものではなく自分のそばの床に置いてある帽子この中で帽子をかぶっていないのは彼一人であるはもしも単にそれを人間の装飾品と考えたらば 大間違いにななりそうな代物であった彼の要望は職権を有する人に適当するように自然に慣らされたのかあるいは強いて装っているのか知らないが一方に厳正を示すとともにむしろ人好きのするような風であった「なぜというに彼は剣士官である」「彼が今読んでいる書物を取り上げたのもその職権によるもので」 書物はこの事件を取り調べているうちに死人の小屋の中から発見されたのであった審問は今この小屋で開かれている検視官はその書物を読み終わってそれを自分のポケットに入れたその時に入り口の戸が押し開けられて一人の青年が入ってきた彼は明らかにここらの山賀に生まれたものではなく ここらに育ったものでもなく町に住んでいる人々と同じような服装をしていたしかも遠路を歩いてきたようにその着物は埃りだらけになっていた実際彼は神門に応ずるために馬を飛ばして急いできたのであったそれを見て検視官は会釈し,したが他の者は誰も挨拶しなかった「あなたの見えるのを待っていました。 と検視官は言った。「今夜のうちにこの事件を片付けてしまわなければなりません」。青年は微笑みながら答えた。「お待たせ申して愛すみません。私は外へ出ていました。あなたの関門を避けるためではなくその話をするために多分呼び返されるだろうと思われる事件を原稿に書いて私の新聞社へ郵送するために出かけたのです。 検視官も微笑した「あなたが自分の新聞社へ送ったという記事はおそらくこれから先生の上で我々に話していただくこととは違いましょう。それはご随意に」と相手はやや熱したようにその顔を赤くしていった私は副写詞を用いて新聞社へ送った記事の写しを持ってきましたしかしそれが信用できないような事件であるので 普通の新聞記事のようには書いてありません。むしろ小説体に書いてあるのですが、先生の上でそれを私の証言の一部と認めていただいてよろしいのです。しかし、あなたは信用できないというではありませんか。いや、それはあなたに関わり合いのないことで、私が本当だと言って先生すればいいのでしょう。検視官はその目を床に落としてしばらく黙っていると、 小屋の中にいる他の人々は小声で何か話し始めたが、やはりその目は死骸の上を離れなかった。検視官はやがて目を上げて宣告した。それでは再び新門を開きます。人々は脱帽した。証人は宣誓した。あなたの名は、と検視官は聞いた。ウィリアム・ハーカー。年齢は、 二十七歳。あなたは死人のヒュー・モルガンを知っていますかはい。モルガンの死んだ時、あなたも一緒にいましたかそのそばにいました。あなたの見ている前で、どんなことがありましたかそれをお尋ね申したいのです。私は、重量や魚釣りをするために、ここへモルガンを訪ねてきたのです。もっともそればかりでなく、 私は彼についてその寂しい山村生活を研究しようと思ったのです。彼は小説の人物としてはいいモデルのように見えました。私は時々にストーリーを書くのです。私も時々に読みますよ。それはありがとうございます。いや、一般のストーリーを読むというのであなたのではありません。売償感のある者は笑い出した。 陰惨なる背景に対してユーマーは非常に明るい気分を作るものである戦闘中の軍人はよく笑い死人の部屋における一つの冗談はよく驚きに打ち勝つことがあるこの人の死の状況を話してくださいと検視官は言ったあなたの随意に筆記帳でも控え帳でもお使いなすってよろしい。 証人はその意を領して、胸のポケットから原稿を取り出した。彼はそれをろうそくの火に近寄せて、自分がこれから読もうとするところを見出すまで、その幾枚を食っていた。2. 2我らがこの家を出たるとき、火は未だ昇らざりき。我らはうずらを漁らんがために、手に手に三段銃を携えて、 ただ一頭の犬を引けり「最もよき場所はあぜを越えたるところにあり」とモルガンは指さして教えたれば我らは低き柏の林を行き過ぎて草むらに沿うて行きぬ道の片側にはやや平らかなる土地ありて野生のカラス麦を持って深く覆われたり我らが林をいでてモルガンは56ヤードも前進せるとき やや前方に当たれる右側の少しく隔たりたるところに獣の類が藪を突き進むがごとき響きを聞けりその響きは突然に起こりて草木の激しく動揺するを見たい。我らは鹿を狩り出しぬかくと知らばライフルを持ちきたるべかりしにと我は言いぬモルガンは歩みを止めて動揺する林を注意深くうかがいいたり。 彼は何事をも語らざりき、しかもその銃の内金を上げて何者をか狙うがごとくに身構えせり勝備の窮がにわかに迫れる時にも彼は甚だ冷静なるをもって知られたるに今や少しく興奮せる体を見て我は驚けりややっと我は言いぬうずら撃つ銃を持て鹿を撃つべくもあらず君はそれを試みんとするか。 彼はなお答えざりき。しかも我が肩へ少しく振り向きたる時我はその顔色の激しきに甚だしく脅かされたりかくて我は容易ならざる仕事が我らの目前に横たわれることを悟りぬおそらく灰色熊を駆り出したるにあらずやと我はまず推量してモルガンのほとりに進み寄り同じく我が銃の内ち金をあげたり。 藪のうちは今や静まりて物の響きもやみたれどモルガンは前のごとくにそこをうかがいいるなり何事にや何者にやと我は問いぬダムの寝具と彼は見返りもせずに答えぬその声は怪しく裏がれて彼は明らかにおののけり彼はさらに言わんとする時近きあたりのカラス麦が なんとも言い訳がたき不思議のありさまにて狂い騒ぐを見たりそれは風の通路にあたりて動揺するがごとく麦は押し曲げられるのみならず押し倒され押しひしがれて再び起きもえざりきしかもその風のごとき運動は徐々に我が方へも延長しきたれるなりこの見慣れざる不可解の現象ほど 我にキ位の冠を抱かしめたることはかつてなかりきしかも我はなおそれに対して恐怖の念を起こすに至らざりき我は核のごとくに記憶す例えば開かれたる窓より何心なしに表を眺めたる時目前にある小さき立ち木を遠方にある大木の林の一本と見誤ることありそれは遠方の大木と同様の大きさに見よれど しかもその傘においてもその極部においても後者とは全く一致せざるはずなり要するに大気中における遠近錯覚に過ぎざるなれど一時は人を驚かし人を恐れしむることあり我らは最も見慣れたる自然の法則の最も普通なる運用を信頼しその間に何らかの疑うべきものあるを見れば 直ちにそれをもって我らの安全を脅かすかあるいは不思議なる薬剤の予報と認むるを常とすされば今や草むらが理由なくして動揺しその動揺の一線が迷うことなくおもむろに進行し来たるを見ればたとえ恐怖を感じざるまでも確かに不安を感じざるを得ざるなり我が同伴者は実際に恐怖を感じたるがごとく あわやと見る間に彼は突然その銃を肩の辺りに押し当ててざわめく穀物に向かって2発を射撃したりその玉煙の消えやらぬうちに我は野獣のほゆるがごときどう猛なる叫び声を高く聞,き聞けりモルガンはその銃を地上に投げ捨てて踊り上がって現場より走りのきぬ。それと同時に我は あるものの衝突によって地上に激しく投げ倒されたり煙に遮られて確かに見えざりしが柔らかくしかも重き物体が大いなる力を持って我に衝突したりしと覚え我は再び起き上がりて我が手よりを取り落としたる銃を拾い上げんとする前にモルガンが今や最後かとも思われる苦痛の叫びをあぐるを聞けり さらにまたその叫び声に混じりて戦える犬のうなるがごときしわがれたるすさまじき声をも聞けり異常の恐怖に襲われて我は慌てて羽を着つつモルガンの走り行きたる方角を打ち見やればああ二度とは見まじき恐ろしのありさまなりしよ30ヤードとは隔てざるところに我が友は片膝をついてありきその頭は 唯だしき角度にまでのけぞりてその長き髪はかき乱されその全身は右へ左へ前へ後ろへ激しく寄られつつあるなりその右の腕は高く上げられたれど我が目にはその手先はなきように見えたり左の腕は全く見えざりき我が記憶によればこの時我は その体の一部を認めたるのみにて他の部分はさながらぼかされたるように見えしというのほかなかりきやがてその位置の移動によりてすべての姿は再び我が目に入れりかく言えばとてそれらはわずかに数秒時間の出来事にすぎずその間にもモルガンは己よりも優れたる重量と力量とに圧倒されんとする 決死のの力者きき姿勢を保ちつつありきしかも彼のほかには何者をも認めず彼の姿もまた折々には定かならざることありき彼の叫びと呪いの声は絶えず聞こえたれどその声は人とも獣とも分かぬ一種の凶暴粘悪のうなり声にあっせられんとしつつあるなり我はしばらく何の思案もなかりしが やがて我が銃を投げ捨てて我が友の応援にせ向かいぬ我はただ漠然と彼はおそらく逆上せるかあるいはけいを発せるならんと想像せるなりしかも我が走りつく前に彼は倒れて動かずなりぬすべての物音は静まりぬしかもこれらの出来事なくとも我を恐れしむることありき我は今や 再びのの不可解の運動を見たり、野生のカラス麦は風なきに乱れ騒ぎて目に見えざる同様の一線はうつぶしに倒れている人を越えて踏みあらされたる現場より森の外れへ静かにまっすぐに進みゆくなりそれが森へと行き着くを見送り果ててさらに我が同伴者に目を移せば彼はすでに死せり。3. 検視官は我が席を離れて死人のそばに立った。彼はシーツの縁を取って引き上げると、死人の全身は現れた。死体はすべて赤裸で、ろうそくの光のもとに粘土色に黄色く見えた。しかも明らかに打撲症による出血と認められる青黒い大きなシミが幾く箇所も残っていた。胸とその周囲は棍棒で殴打されたように見られた。 他に恐ろしいひっかき傷もあって糸のごとくまたは切れくずのごとくに裂かれていた検視官はさらにテーブルの端へ回って死体の顎から頭の上にかかっている絹のハンカチーフを取り外すと陰謀がどうなっているかということが現れた陪審感のある者は好奇心に駆られてそれをよく見定めようとして立ちかかった者も,もあったが 彼らはたちまちに顔を背けてしまった証人のハーカーは窓を開けに行ってわずらわしげに悩みながら窓台に寄りかかっていた死人の首にハンカチーフを置いて検視官は部屋の隅へ行った彼はそこに積んである着物の切れ端をいちいちに取り上げて検査するとそれはずたずたに引き裂かれて乾いた血のために固くなっていた 陪審官はそれに興味を持たないらしく近寄って綿密に検査しようともしなかった彼らは宣告すでにそれを見ているからである彼らにとって新しいのはハーカーの証言だけであった「皆さん」と検視官は言った「私の考えるところではもはや他に証拠はあるまいと思われますあなた方の職責はすでに証明した通りであるから 「この上に質問するようなことがなければ外へ出てこの評決をお考えください」「陪審長が立ち上がった粗末な服を着た六十ぐらいのひげの生えた背の高い男であった」「検視官殿に一言お尋ね申したいと思います」と彼は言った「その証人は近頃どこの精神病院から抜け出してきたのですか?」ハーカーカ君。 と検視官はおもおもしく、しかも穏やかに言った。あなたは近頃どこの精神病院を抜け出してきたのですか。ハーカーは劣化のごとくになったが、しかし何にも言わなかった。もちろん本気で聞くつもりでもないので、七人の陪審官はそのままに列をなして小屋の外へ出て行ってしまった。検視官とハーカーと死人とが後に残された。 あなたは「私を侮辱すするのですか、とハーカーカは言った。私はもう勝手に帰ります」「よろしい」「ハーカーはこうとして戸の掛け金に手をかけながらまた立ち止まった」「彼が職業上の習慣は自己の威厳を保つという心持ちよりも強かったのである」「彼は振り返っていった」「あなたが持っている書物はモルガンの日記だと思います」 「あなたはそれに多大の興味を有していられるようで私が証言を陳述している間にも読んでいられました私にもちょっと見せていただけないでしょうかおそらく世間の人々もそれを知りたいと思うでしょうからいやこの書物にはこの事件に関する何の形をもとどめていません」と検視官はそれを上着のポケットに滑り込ませたこれにある記事は みんな本人の死ぬ前に書いたものです。ハーカーが出て行った後へ、売信官らは再び入ってきて、テーブルの周りに立った。そのテーブルの上には、かの覆われたる死体が、シーツの下に行儀よく置かれてあった。売信官は胸のポケットから鉛筆と紙切れとを取り出して、念入りに次の氷結文を書くと、 他の人々も皆念を入れて署名した。「我々陪審官はこの死体はマウンテンライオンかっこヒョウの一種の手によって殺されたるものと認むただし我々のあるものは死者が転換あるいは痙攣のごとき疾病を有するものと思考し一同も同感なり」し。 ヒュー・モルガンが残した最後の日記は確かに興味ある記録でおそらく科学的の暗示を与えるものであろう。その死体懸案の場合に日記は証拠物として提示されなかった検視官は多分そんなものを見せることは陪審官の頭を混乱させるに過ぎないと考えたらしい日記の第一行の日付ははっきりせずその紙の上部は引き裂かれていたが 残った分には次のようなことが記されている「犬はいつでも中心の方へ頭を向けて半円形に駆け回る」「そうして再び静かに立って激しく吠える」「しまいにはできるだけ早く藪の方へ駆けてゆく」「初めはこの犬め気が違ったのかと思ったが家へ帰ってくると俺の罰を恐れている以外に別に変わった様子も見せない」 犬は鼻でで見ることができものだろうか物の匂いが脳の中枢に感じてその匂いを発散するものの形を想像することができるのだろうか。9月2日昨べ星を見ているとその星が俺の家の東にあたるあぜの境の上に出ている時が左から右へと続いて消えていったその消えたのはほんの一節なで また同時に消える数がわずかだったがあぜの全体の長さに沿うて一列二列の間はぼかされていた俺と星との間を何者かが通ったのらしいと思ったが俺の目には何にも見えないまたそのものの輪郭を限ることのできないほどに星の光も曇ってはいないのだああこんなことは嫌だかっこ 「日記の紙が3枚剥ぎ取られているのでそれから数週間の記事は失われている」「じ。9月27日あいつが再びここへ出てきた俺は毎日あいつが出現することの証拠を握っているのだ俺は昨夜も同じ上大いを着て鹿内玉を二十五目にした鉄砲を持って夜の明けるまで見張っていたのだが朝になってみると 新しい足跡が前の通りに残っているではないかしかし俺は誓って眠らなかったのだ確かに一晩中眠らないはずだどうも恐ろしいことだどうにも防ぎようのないことだこんな奇怪な経験が本当ならば俺はチガイになるだろう万一それが空想ならば俺はもうチガイになっているのだ10月3日 俺は立ち去らない。あいつに俺を追い出すことができるものかそうだそうだここは俺の家だここは俺の土地だ神様は卑怯者をお憎みなさるはずだ10月5日俺はもう我慢ができない俺はハーカーをここへ呼んで幾週間を一緒に過ごしてもらうことにしたハーカーは昨日落ち着いた男だ あの男が俺をチガイだと思うかどうかだがその様子を見ていれば大抵判断ができるはずだ。10月7日俺は秘密を解決したそれは昨夜べ分かったのだ一種の次元を被ったように突然に分かったのだなんという単純なことだ何という恐ろしい単純だ世の中には俺たちに聞こえない物音がある。 音階の両端には人間の耳という不完全な機械の鼓膜には振動を感じられないような音符があるその音はあまりに高いかまたはあまりに低いかであるのだ俺は木の頂上につぐみの群れがいっぱいに止まっているのを見ていると一本の木ではないたくさんの木に止まっているのだそうしてみな声を張り上げて歌っているのだすると不意に 一一瞬間に、全く同じ刹那に、その鳥の群れは皆空中へ舞い上がって飛び去ってしまったそれはなぜだろうどの木も重なって邪魔になって鳥にはお互い同士が見えないはずだまたどこにもその指揮者みんなから見えるような指揮者の住んでいる場所がないのだしてみればそこには何か普通のガチャガチャ言う以上にもっと高い もっと鋭い通知か指揮かの合図がなければならないただ俺の耳に聞こえないだけのことだ俺はまたそれと同じようにたくさんの鳥が一度に飛び去る例を知っているつぐみの仲間ばかりでなく例えばうずらのような鳥がやぶの中に広く分かれている時さらに遠い丘の向こう側にまで分かれている時何の物音も聞こえないにもかかわらず たちまち一度に飛び去ることがあるのだ。船乗りたちはまたこんなことを知っている。クジラの群れが太陽の表面に浮かんだり沈んだりしているとき、その間に突形の陸地を流して数マイルを隔てているにもかかわらず、あるときには同じ刹那に泳ぎ出して、一瞬間にすべてその影を見失うことがある。信号が鳴らされた、 マストの上にいるスイフやデッキにいるその仲間の耳にはあまりに低いがそれでも寺院の石がオルガンの低い音響に震えるように船の中ではその扇動を感じるのだ音響と同じことで物の色もやはりそうだ。科学者には太陽の光の各端にアクテニックレイというものの存在を見いだすことができる。その線は、 のの色を表すもので、光線の線分に従って完全な色を見せるのだそうだが我々にはそれを区別することができない人間の目は耳と同じように不完全な機械でその目の届く程度はただわずかに染色性の一部に限られているのだ俺は気が違っているのではないそこには俺たちの目にも見えない主樹の色があるのだ そこで、確かに嘘でない。あの妖物は、そんな類の色であった。